やっほー、こんばんはこんばんは、こんばんは。金曜日、そう、時間ぴったり今日はね、ちょっと先ほど帰ってきたので、この時間からの遅めの配信となっております。やっほー。でもね、思ったより余裕がありました。23時くらいにはもうお家に帰り着いた。そう、皆さんお疲れ様、金曜日まで生き抜いて偉い偉いね、平日を乗り越えましたね。お疲れギフト、ひなたさん、ありがとうございますえらーい。カズサさんもお疲れギフトありがとうございますよしひこさん、めっちゃ可愛いギフトありがとう今日はね、やる前からウィンク下手くそだろうなって思ってた。明日も仕事、そりゃ お疲れ様ですお疲れ様ですよ。なんかいろいろ話そうと思ってたことあったんだけど忘れちゃった忘れちゃった。何だったっけな。鳥さんさんもギフトありがとうございます。あ、そう、昨日皮膚科行きました。昨日皮膚科に行きました。お薬をもらいました。よかった、皮膚科に行きたくて行きたくてたまらなかったので。可愛いギフトもありがとうございます。そう、少し良くなったっていうか、もう一日でなんか治ったかもしれん一日でね、割と良くなった気がしている。だいぶ、そう、塗るタイプですね。なんか花粉の他の症状、目がかゆくなったり鼻が出たりありますかって言われて、それはありませんって言ったら、なんだったっけ、あ、そう、黄砂の影響かもですねみたいなこと言われた。からもしかしたら花粉じゃないかも花粉ではないかもしれん、わからん、わからないですでもかもですねって言われた。あ、そっか、黄砂の時期、そうなのかも。あ、じゃあ今日はたまたま黄砂が少ない日とかだったからマシなのかな、わかんない、わかんないですね。でも暖かくなってきましたね。そう、昨日コート着て2時間ぐらいお散歩してたら結構暑くて、昼間暑ってなってたんだけど、夜暗くなってもう皮膚科から帰る時とかコート着ててすごい寒かったからね。昼間は天気がいい日はポカポカですけど、夜はね寒いよね。あ、迷子にはねならなかった、迷子にはならなかったけどならなかったけど、私いつも歩く時あのスマホのマップ、なんて言うんですか、歩くこの経路を示してくれるマップで行くんですけど、大体あの
スマホのマップの道ってさ、通る道ってすっごいなんか人気のない暗い道ばっかり通らされるから、いつもそうな、ナビすごい暗い道ばっかり通らされるって、多分前も配信で言った気がする。え、そうなの、そうなの、怖いの。だからいつももうさ、暗かったから昨日皮膚科から帰るとき、いやもう本当にこれでもし通り魔とかに襲われたらもう君のせいだからなって思いながら歩いてたって思いながらずっと歩いてた昨日は。でも大丈夫だったのでよかった。そう、君のせいだからな。自転車持ってないですね。自転車あったらね、便利だなって思う時は多々ありますけど、持ってないな乗れますよ自転車、乗れるよ。そうそう、前回もなんかどっか遠くまで歩く時、そのマップ使ってナビ使ったらすっごいもう怖い、なんか本当にホラー映画とかに出てきそうななんか電灯がチカチカ点滅してるみたいな道通らされてすごい怖かったね、もうちょっと大通り設定とかできたらいいんですけど。ありがとうございます。ロールキャベツさん、クマありがとうございます。ビルマさんもクマありがとう、ありがとう。クイズの正解、あれですクイズにまでクイズとか言うまでもなかったよね。今日のメールのおやすみケロメールでこうやって私の顔をこう掴んでる手がある写真を送ったんですけど、あれはそう、お察しの通り、そうそう、もう分かるよね。そう、そやつですそやつですフラットブリョーさんもギフトありがとうございますそう、もうあの、ま、なんていうの、もうすっごい青、蛍光色の青って感じの袖だったから、そう、工藤のりこさんですすごい、すれば手を触られてた、なんかこうやって触られてた工藤のりこさんに。今日結構移動時間が長かったんですけど、リコちゃんと隣に座ってて、もう移動時間が長すぎて二人で発狂しそうになってた発狂しそうになってたよ。外の空気を吸わせてくれって言って
そう。そうなんですよ。もう体が痛いって。そう、空気をくれーって状態だった。今日リコちゃんといっぱい話した。すごい思い出話を結構した。うん、思い出話しました。昔の話とか、昔一緒に食べたものとか、一番初めのレッスンの時二人で泣いたよねとか。いろんな話した。懐かしいってなった。懐かしいのかな。もう懐かしい、すごいよね。あの時は。のことはまだ鮮明に覚えてますけど、もう過去の話だから。すごい時の流れが早い。そのスウェット、なんてこのスウェットなんて書いてるんだろう。なんて書いてる。なんて書いてる。ジョリーパスタ。ジョリーパスタの T ジョリーパスタのだったのかな。ジョイパスタ。広島港パセリさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ジョリーです。あ、ジョレーなの。ジョリーパスタは私一回、人生で一回だけ行ったことある気がする。多分、おそらく。このトレーナー、今日リネちゃんがめっちゃ褒めてくれた。めっちゃ褒めてくれた。なんか珍しい感じだねって言って。そういうのも似合うねってすごい褒めてくれたから、ありがとうって って言いました。そう、リネタン。そう、リネちゃんめっちゃ褒めてくれるんですよ。リネちゃんはね、褒めますね。人をよく褒める子、いい子ですね。炭酸せんべいさん、ギフトありがとうございます。そう、ただね、人の褒める場所を見つけれる人は、いいです。いい子。ね、そういうところを注目してるってことだから。
か、あ、リネちゃん黒い服のイメージ、今日も多分黒だ、黒でしたねロールキャベツさん、可愛いギフトありがとうございます。ミラーボールもありがとう。でも褒められたらさ、そうだよね、反応に困るよね、反応に。日本人なので反応に困っちゃうよね。そう、素直にね、喜ぶのがいいとは思うんですけど、褒められた時ってなんて言ってるの皆さん調子に乗るの、そうだろうって、あ、褒め返す。ありがとう、おきに、おきにヤッホーっていうの、今日リコちゃんにね、キャちゃんはカエル説、カエル、キャちゃんはカエル説を押していきたいって言われたなんかね、 LINE で画像が送られてきて、なんかね、動物ごとに睡眠時間みたいな、睡眠時間がなんかいろんな動物があって、横にこう時間のグラフがあって、睡眠時間が少ない順にこうなんか並べてあるみたいな、いろんな動物がいてそしたらカエルの睡眠時間はなんか15時間ぐらい必要らしくて、それでなんか私はもともとカエルカエルなんて言ってたっけ、なんかカエルのお姫様で呪われて人間にされてるんだよってその説を押していくって言ってただから私は呪われて人間にされてるらしい。でもそう、だからもともとあ、ちょっとあれですね、この話はあれですね、まじまじとする話じゃなかったこの話はショールームでする話じゃなかった、その時のノリで話した話だから、こうやって冷静に話したら冷静に入ったらちょっとあれだね、うん、ちょっと違うねちょっと忘れてもろて忘れてもろて大丈夫ですうん、ちょっと今のとこはちょっと一旦なかったことにして、はいはい、そう、ケロッと忘れてくださいお
そう、もうこんな時間ですよ。もう今日が終わっちゃうよ。私でもね、この時間が一番この時間が一番元気なんだよね。この時間が一番元気なんだよな。やっぱりもう遺伝子レベルで夜行性なのかもしれない。そうなんですよ。もうね、この時間から元気。そう、ここから3時間ぐらい元気なんです。やっぱりもう夜型なのかな。そう、なんか DNA でさ、もう決まってるらしいじゃないですか。決まってるらしいじゃないですか。決まってるらしいじゃないですか。そう、もうすぐ私の大好きな土曜日がやってまいります。土曜日、姫姫姫ってなんで急に言い出したの。なんで今姫姫ってあった、コメントがあった。そう、弱虫ペダルの歌かと思った。姫姫姫、好き好き大好き姫姫。すごい頭に残るよねこの曲。あ、ケルカエルの、カエルの姫っていう花ってことだったの。トゥトゥトゥ、はあ、もうすぐ配信が切れてしまいます。もうすぐ配信が切れてしまいます。悲しいですね。テロップ、そうだよね多分。ちょっと深夜テンションかもしれない。テロップどうしようかな。テロップペンライトもありがとう。クッキーもありがとう。何時に寝るの？何時に寝ようかな。でもね、私早く寝ようって思って。私早寝早起きになろうって思って、うん、っていうかもう、そうそうなんです。多分来週とかもうそろそろというか、もうすでにというか、ちょっと生活リズムを整えとかなきゃ。そうだよね、整えとかなきゃ。ちょっとスケジュール的にもあれなので早く寝ようと思います。早く寝ようと思います。最近は早く起きれた日は、早く起きれてツイッターに載せれそうな画像があった日は、ハッシュタグ気象報告つけて報告してます。起きたぞーって。え、二度寝してないよ、してないよ。いいねしてるって、ありがとう。そう、写真のストック、写真を撮らないと。
もう結構前からなんですけど、だんだんもう自分の写真をアイドルになってから撮りすぎてメールとかで送りようとかに、だんだんもうよく分かんなくなってきた。これは私のこれは分かんなくなってきた。なんかもうこれはなんだってえ、これ顔ってなんだそうゲシュタルトした。でもね、ちょっと頑張って撮ろうと思います。ね、そろそろあれだよね、壇上読まなきゃだよね。あら、壇上読みます。名残惜しいですが、ダダダン、13位、誰さやかとあやさん、ありがとうございます。どなたですか。12位、かずささん、ありがとうございます。11位、ゆずきちさん、ありがとうございます。10位、空飛ぶりょうさん、ありがとうございます。9位、ジップさん、ありがとうございます。8位、ギータさん、ありがとうございます。7位、ヤマイさん、ありがとうございます。6位、ビルマさん、ありがとうございます。5位、広島港パセリさん、ありがとうございます。4位、ヨシヒコさん、ありがとうございます。3位、鳥さんさん、ありがとうございます。2位、ロールキャベツさん、ありがとうございます。そう、買った誕生買った誕生買った。13位、ゆずきちさん。12位、かずささん。11位、空飛ぶりょうさん。10位、ジップさん。9位、ギータさん。8位、ヤマイさん。7位、かずさん。6位、ビルマさん。5位、広島港パセリさん。4位、ヨシヒコさん。3位、鳥さんさん。2位、ロールキャベツさん。そして1位、静岡の天パのたけさん。ありがとうございます。パチ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 。そして本日の カエルの方はヨシトさんです。ありがとう、ありがとうございます。テロップがない。まあテロップはないということでないということで、ああ終わっちゃう。ありがとう、今日も今週もお疲れ様でした。明日土曜日、明日も一緒にまったり穏やかに過ごしましょう。それではゆっくりと休んで良い夢を見てくださいじゃあバイバーイ、おやすみなさーい。ありがとう、お疲れ様です。バイバーイ。おやすみー。